スーパーバンタム級6ラウンドを行います。赤コーナー5戦全勝、公式計量はスーパーバンタム級リミット122パウンド、青木事務所属渡辺拓也、未だ無敗渡辺拓也、青木事務です。青コーナー13戦7勝6敗、7勝のうち3勝がノックアウト、公式計量は120パウンド2分の1、タイランド出身ビッグ M オーブンチャイ、後楽園ホール2度目の登場、ビッグ M オーブンチャイ、タイから来ました。ジャッジ福地雄二、同じくビニーマーチン、同じく浅尾和信、レフェリー浦谷信明。スーパーバンタム級の6回戦、画面右、渡辺拓也が初めての外国人を相手に戦います。対する青コーナーはタイから来ましたビッグ M オーブンチャイ、23歳です。19歳の渡辺拓也、初めての6回戦です。第1ラウンドのゴング、身長差は12センチという小柄なビッグ M オーブンチャイが迎えての渡辺拓也、キャリア6戦目です。ここはまずは素早いパンチでビッグ M オーブンチャイ中に入ってきます。渡辺拓也、ここは距離を取る。赤と白のトランクスが渡辺拓也です。白のトランクス、青のベルトラインがビッグ M オーブンチャイです。渡辺は去年1月にプロデビュー、ここまで負けなしの5連勝です。距離を取って戦うスタイル、ただ接近戦では回転数が上がるという鋭いパンチの持ち主です。ただキャリアの中でまだノックアウト勝利はありません。今日このリング上で初めてのノックアウト勝利あるんでしょうか。左のジャブを伸ばしながら距離を縮めていこうというビッグ M オーブンチャイ、ニュートラルコーナーを背負っている渡辺。さあここは左、まずは序盤相手の動きをしっかりとリング上で読み取ります。右、左を伸ばしていく。身長175センチの渡辺、対するビッグ M オーブンチャイは163センチです。ともに右のボクサーファイター。身長は低いんですが、このビッグ M オーブンチャイはリーチがあります。さあその長いリーチには気をつけていきたいという話している渡辺拓也、まずはここは距離をしっかりと取っていきます。ビッグ M オーブンチャイは去年の9月、新田豊の世界戦の前座で一度この後楽園ホールに来日しました。バンタム級1位の臼井健志郎の前で3ラウンドテクニカルノックアウト負けを喫しました。そのビデオを見た渡辺、遠いところからでもパンチが届く、その一発に気をつけたい、そう話しています。左から右、ワンツーを打っていく。左のジャブをゆっくりと離しながら距離を取っていく。中に入っていきたいのはビッグ M オーブンチャイ。再び距離が取られたところが右、相手の放ってくるパンチ、そのタイミングで一気にバックステップを踏んでいくという渡辺拓也です。ボディ、まずはガードを上げながら3ラウンド目まではボディを中心に狙っていきたい、そのような攻撃。渡辺左から右、振り下ろす右です。アッパー、ここで第1ラウンドが終了しました。両選手の経歴戦略をご紹介いたします。赤コーナー渡辺拓也、青木事務所属、1989年2月生まれ、東京都世田谷区出身、デビュー2007年1月、戦績5戦5勝です。青コーナービッグ M オーブンチャイ、タイランド出身、1985年1月生まれ、デビュー2006年12月、戦績13戦7勝6敗、7勝のうち3勝がノックアウトによるものです。渡辺拓也、青木事務です。中学3年生の時、同級生でボクシング好きの友達に誘われて初めて見た試合に感動。
すぐにボクシングのライセンスを取ってリングに上がりたいと、この世界に入ってきました。中学を卒業後、青木ジムに入門、17歳でプロデビューです。スーパーバンタム級6回戦、試合は第2ラウンドです。渡辺拓也が初めての外国人選手を相手に戦っています。リーチの長いタイの選手、中に入らせないためにまずは距離を取っていきたい。そして相手の動き、出方を序盤拳を交えてじっくりと考えていきたい。最初の3ラウンドはそのような組み立て方を考えています。さあ、ここは少しずつフェイントをかけながら、お互いがパンチを放つところ読み合っている。右を張っていく、プレッシャーをかけながらビッグエンボブンチャーに中に入っていく。大きな右は、ここは空を切りました。あの一発に当たると怖い。再びステップを踏みながら距離を取る渡辺、リング中央、そして左、さらにサークリングをします。自分の距離に取っていきたい。さあ、ここもステップを踏む。相手の出方、緊迫したその空気がこのリング上包んでいます。入ってきたところ左右のパンチ、まずは軽くボディを狙っていく。さあ、ここは重いパンチが当たる。ボディ入ってきたところ、そこを返していきます。カウンターをも得意としている渡辺です。まずはしっかりとこのビッグエムオーブンチャイのパンチをパンチで返す。そしてガードでしっかりと身を守るという戦い方です。右振り下ろす、右は顔面を捉えました。ガードを上げながら中に中に、そして前進をしてくるというビッグエムオーブンチャイ、不気味な存在でもあります。戦績は13戦7勝6敗。去年は年間8戦、そして今年はすでに4回公式戦で戦っている選手です。このビッグエンオーブンチャイは1月からキャリア初の3連勝で飾っていまして、そのうち1勝は3ラウンドのノックアウト勝ちを収めています。左、3勝1敗、波に乗っている選手。さあ、その選手は前に前に出てくる。右、大きな右、中に入ってくるところ。さあ、ここはアッパー、そしてストレート、ワンツー、左ストレート、そして体を入れ替えてフック。渡辺が狙っていくところ、まずは最初はボディ、しっかりと僕のボディに集めていきます。左のジャブで顔面を叩き、そしてボディを狙っていく。左、第2ラウンドが終了しました。第2ラウンド、この赤のグローブの渡辺、ジャブを放ちながら、そしてこのボディ、しっかりとボディを打ちながら相手からダメージを奪っ、ダメージを与えて、そして体力を奪っていきたい。その序盤、前半戦第3ラウンドを迎えます。スーパーバンタム級6回戦第3ラウンド、身長差は12センチの両者、175センチの渡辺拓也。さあ、右左、そして素早いパンチをコンビネーションを見せていきます。さあ、一気に仕掛けていく、前に出ていくオーブンチャイ、左ボディ、狙いを定めた右のストレート、アッパーボディ、素早いボビッグエムオーブンチャイの右です。ボディ、左のストレート、そして右のストレート、ジャブからストレートと
この両拳を相手のボディに叩き込んでいく。足を使っていきます。第1ラウンドよりもそのビッグエボーブンチャイとの距離が徐々に狭まってきたかのように見えます。左のジャブ、ジャブを放ちながらこの試合の流れを自分の方に引き寄せる。相手を翻弄したい左。ビッグエボーブンチャイが動いたところ、そして左一瞬ぐらついた。さあ鋭いこの右です。前回このビッグエボーブンチャイがバンタム級1位のウスイと戦った時には一方的にウスイがオーブンチャイを攻撃する、全くオーブンチャイは攻撃させてもらえる隙を与えてもらえませんでした。さあここは一気に詰めていく渡辺です。さああの時と同じような状況が今起ころうとしています。渡辺がじわりじわりとこの攻撃の手を回転数を上げてきました。デリ、ここはフェイントをかけながらボディ、左から右、さらに左、このボディ、重いボディを叩き込んでいく。じわりじわりと距離を詰めながらプレッシャーをかけていきます。右が返される。ボディ、リング中央左右のストレート、さあニュートラルコーナーに追い込んでいく。デリ、相手の右から右、ノーモーションで右のストレートが飛んでくる。第3ラウンドが終了しました。第3ラウンドです。渡辺のこの左のボディ、そしてさらにボディ、腰をしっかりと入れましてこの左の相手のボディに叩き込みました。ラウンド4、第4ラウンド後半戦に入ります。スーパーバンタム級6回戦第4ラウンドを迎えました。徐々に相手のボディにダメージを与えていった渡辺、ここは再び距離を取ったところから左のジャブ、左を伸ばしていきます。後半戦に入ると今度はボディから顔面上下に打ち分けることを始めていく。チャンスがあればノックアウトをしてみたい。もし渡辺がノックアウトをしますとボディ、キャリア初めてのノックアウト勝利ということになります。左のジャブを伸ばします。ビッグエムオブンチャイも1ラウンド目から変わらずプレッシャーをかけながら前に前に出てくる。小柄ですがこの右のパンチ、ノーモーションから放たれるスピードボディ、その一発が怖い。リング中央、さあここはフェイントをかけます。じわりじわりと距離を詰めていく。左のジャブを伸ばそうか、左軽く当てていくボディ、入ってきたところボディ、さあ左右をつなげていきます。さあ左が大きく当たった、すくい上げるが左のアッパー、そして左ボディ、さあここ
ここは伸ばして追い込んでいく。ロープ際さあその表情、渡辺の表情が一層鋭くなってきました。右さあ再び自ら距離を取る、入ってくるところ、ここは迎え撃とうというか、右枠を切っています。ここは入り際しっかりと見ています。ダッキングでかわす。ビッグエムオーブンチャイも徐々に前に前に出ていきます。長いリーチを生かして距離を取って戦うことを好むビッグエムオーブンチャイ。相手を中に入れまいと渡辺拓也。さあここは左のジャブを伸ばしながら中に入っていく。ボディ右のストレート、さらに右のストレート、さあ右から左パンチをまとめていきます。第4ラウンドが終了しました。第4ラウンド、再びこの渡辺の左ボディが炸裂しました。右を振り下ろしていって、そして左を返す、このコンビネーションで確実にこのビッグエムオブンチャイから体力を奪っています。さあ渡辺にとって初めての第5ラウンドを迎えます。スーパーバンタム級の6回戦です。この立ち上がり、このラウンドもゆっくりとした立ち上がりです。試合ごとにこのリング上で学んでいきたい、そして新しい自分を挑戦してみたい、そう話していました。右ボディさあボディから、そして今度は顔面へ、上へ下へと打ち分けていきたいと話していた渡辺拓也、このラウンドを迎えています。第5ラウンド、左右のストレートを伸ばしていく、左のジャブからコンビネーションを見せます。さあここはビッグエムオーブンチャイ、少しガードを下げながらも左一発を狙っている。今年に入って3連勝、現在波に乗っているビッグエムオーブンチャイです。一方のまだ黒星がありません渡辺拓也。ここはプレッシャーをかけていきながらロープ際に追い込んでいく。左を伸ばしていく、ニュートラルコーナーに追い込んで、さあ左のボディガードの上から右、左右のショートストレートを伸ばしていく、そしてボディ左右のパンチを放って、そして左のフックでボディを捉えていきます。顔面に左のストレート、左さらに左を伸ばす。6ラウンド初めて迎えています。スタミナには自信があると話していました。さあその渡辺がこのロープ際横んでいる、少しビッグエムオーブンチャイ表情は、彼の渡辺の攻撃少しやりにくそうな表情。それでも右を放っていく、左左右のストレート伸ばしていく。さあここは一気に追い込んでいく渡辺、顔面ボディ、さあまとめていく、回転数が上がる。今度は青コーナー側に追い込んだ、さあ顔面に、そしてアッパーストレート、さあここは一気にまとめにかかるか、まとめにかかるか、残り25秒、さあビッグエムオーブンチャイもここは返していきたい。相手に
反撃をさせません。追い込むボクシング、渡辺拓也。さあ一気にここはまとめにかかりたい。残り10秒。左一定を分ちゃんを返していく。さあ試合は第6ラウンドを残すのみとなりました。次の試合に出場します、迫田大地選手にストーンホリック指導場愛球かわい様より激励賞が贈られます。また出場します、迫田大地選手、そして張飛選手に日本テレビ放送もより記念品が贈られます。初めての6回戦を迎える渡辺拓也。さあその第6ラウンドを迎えました。同じチーム OPBF フライ級7位の大久保選手、さらには A 級ボクサーなど格上の選手と6回戦のスパーリングを何度もやってきました。スタミナ、そして実力をつけてきました。初 KO なるか渡辺拓也。スーパーバンタム級6回戦第6ラウンドを迎えています。初めての外国人選手、そして初めての6回戦の舞台、渡辺拓也。ここは足を使っていく、相手の出方を見ています。このラウンド一発が怖いと本人も話していました。このビッグ M オーブンチャイのその放たれる右、それを警戒しているようです。ボディ、プレッシャーをかけながら顔面。さあ左から右、オーブンチャイ持ち込んでいく。再びここは距離を取る。口が少し開いてきました渡辺。さあここはアッパー、左を伸ばしていく。しかしオーブンチャイの左も当たる、右も当たる。開始の左、ガードをしっかりと上げながらパンチを繰り出していく。しかしボディ、ボディを取られ左、右すくい上げるようなビッグエンオーブンチャイの右、そして左。おっと渡辺がここはかなりパンチをもらっています。このラウンド左から右、左、左のボディ、さあ効いた、受けを止まった。少し苦悶の表情だ、ビッグエムオーブンチャイ。ここはまとめていくか、ボディ、あーっと体勢を崩したオーブンチャイ。さあ先ほどのボディが効いたのか。さあ一旦距離を取る、一旦距離を取る、そして足を使って回り込む。左を当てる、右、ボディ。さあ足を使っていく。さあビッグエムオーブンチャイ、足はほとんど動かなくなってきた。少しフラフラな状態。さあそこに攻撃を仕掛けていきたい渡辺拓也。残り1分を切っています。かなり息苦しそうだをビッグエムオーブンチャイ。さあボッパー、さあ効いた、効いた、思いっきり放っていく。ここはクリンチングだ。残り35秒ほど。さあまとめていく、回転数上がっていく。左、左を伸ばす、足を使っていく渡辺。右のアッパー、さあ背中を見せた。ここは寄りかかるような形です。クリンチに逃げた。さあ渡辺拓也、初めての KO なるか。残り15秒です。さあノックアウトで倒せばキャリア初めて。残り10秒、左、右、左、渡辺拓也初の6回戦安定ということになりました。青木ジムの渡辺拓也、キャリア5戦5勝、初めての6回戦を戦い抜きました。初めて尽くしだが勝つことは大前提なんだ、ただその勝ち方にこだわりたいと本人は話していましたが。採点をお知らせいたします。ジャッジ浅尾和信、同じくジャッジビニーマーチン60対55、ジャッジ福地雄二60対54、以上3対0のユナニマスディシジョンをもちまして
勝者赤コーナー渡辺拓也、キャリア6戦全勝。さあ6勝目を挙げました。しかし勝利のコールが言われてもその渡辺拓也笑顔を一つ見せることはありませんでした。場内の声援に応えます。勝ち方にこだわりたいと試合前に話していました渡辺です。さあそのラストラウンド、左のこのボディ当てた後ビッグエムオブンチャイの足が止まりました。渡辺拓也がスーパーバンタム級6回戦の勝負を制しています。